酒というのはやはり酒場で飲んだ方が楽しめるな。一人でも楽しく飲んでるじゃないか。そう冷たいこと言うなよ。ここで酔いつぶれない方がいいぞ。まさか酔いつぶれたら人身売買にでも売られるのか。売られる？お前はよく物を売るじゃないか。父さんの旧宅だってお前が売ったんだろ。使えないものを手元に置いていても仕方ないだろう。なあ、あの花瓶も売ったのか。記憶にない。でもディルック様のご自宅には確か華やかな花瓶が置いてあったような。お前の言った通り、大人には空想の友達がいないんだな。やっぱり子供心が足りないからかな。大人になると夢のないやつになるのか。オイラは大人になりたくないな。そういえば少年少女の空想の友達は何歳までいるのかな。検証してみようか。エリンはどうかな。あの年なら想像力が完全に消えるってことはないと思うけど。もし見えてなかったら嫌だな。空想の友達？ほう、お前たちそんな面白いもんを調べてるのか。酒を飲んでなかったら一緒に調べてやりたいくらいだぜ。探測機で僕の空想の友達を見るつもりだったのか。無駄だ。たとえ15年前に戻ったとしてもいない。